東方神起ビギーステーション無事2回目の放送スタートです。 Yeah! 、はい、今日のお相手はチャンミンとジュンズとユノです。はい、はい、さて2回目の放送となるわけですが、どう、今日はもう落ち着いて喋れそうですか？はい、そうですね。初めて僕たちがした番組はちょっとうるさかったですね。はい、特にユチョンとチェジュン君がうるさかったんですけど、はい、もっとちゃんと集中できると思います。はい、もっと落ち着いて、はい、そしてもっと喋る感じで今日行きたいです。今日も頑張ります。はい。はい、さて、もう前回の放送でみんなたくさんメッセージ送ってねってもう聞いている皆さんにお願いしたんですが、来ました来ました来ましたよ。本当ですか？来ましたよ。何が来たと思いますか？僕はよく知らないんですけど、やっぱりメッセージがたくさん来たと思いますか？気が利くんじゃないですか？こんなにすごいですね。たくさんあります。本当にたくさん来ました。嬉しいです。ありがとうございます。たくさんたくさん来ました。10万円みんなからのメッセージたくさん届いてます。はい、もう本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後みんなからのメッセージをどんどん紹介していきましょう。それでは東方神起ビギステーション、今日はこの曲からスタート。東方神起でチュージラーバー。東方神起ビギステーション。今日は私チャンミンとジュンズとユノでお送りしてます。それでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、まずユノから。はい。ラジオネームあやのさんです。皆さんはじめまして。初メールです。1回目の放送でやってほしいコーナーを募集と言っていましたが、ベタですけどやっぱり悩み相談はもうやってほしいです。うん、悩み相談、はい、きっとリスナーは東方神起の皆さんに相談に乗ってもらいたいと思ってるよ。特に恋愛相談です。はい、皆さんが相談に乗るのは得意ですか？はい、まああまり得じゃないんですけど、年、ね、はい、もうまだ若いし、はいはい、もう僕たちも正直もうしっかりしてないので、特に恋愛はまだ僕たちにも、はい、でも難しいんですよね。僕言うのはやっぱりリーダーなので、はい、もうメンバーが悩んだりするともう聞いてあげたり、もう一緒に話したりしています。はい、そうです。本当にもう悩みとかいろんなものがあったら、まあ、すぐ喋るの方がもっといいと思いますよ。うんうん、そうですね。またコーナーもまだ決めてないし、はい、いいと思います。はい、じゃあ次は？次はジュンズです。ラジオネームうさちゃんです。うさちゃん。はい。皆さん番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。待ちに待っていたので、みんなの声がラジオから聞こえてきた時は、嬉しくてたまりませんでした。これからもずっと聞くので頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。ちなみに番組タイトルのビギステーションってどんな意味なんですか？気になって夜も眠れません。でまずビギステーションで、はい、ビギストは、はい、東方神起のファンクラブのタイトル、名前です。名前ですね。それでちょっとラジオ局がステーションって言うんじゃないですか。うん、はい、それでこれをミックスしてビギステーションってこれを決めました。ビギストって もうファンクラブの名前ですけど、もうどんな意味ですか、ビギストは？もともと大きいな、ビッグ、まあ、ビッグイースト、イースト、塔ですね。塔です。はい、まあ、それでもう大きい、もう東式も東の方から起きる意味じゃない、はい、意味じゃないですか。はい、それでちょっと東方からもっと大きくなろうって、もうそういう、はい、もう意味ですよね。はい、はい、まあそれでビギステーションにちょっと決めました。はい、まあ、そしたらもう一回メッセージ、もう一つ、はい、ラジオネームみくさんです。はい、東神起の皆さんはじめまして、そして番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。どんな番組になっていくのか今からワクワクしてます。まあ、ちなみに皆さん、日本語はどうやって勉強しているんですか？日本語は難しいですか？
はい、PS もあります。 PS もあります。アルバム買いましたよ。あ、一番重要なちょっとことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。日本語今も下手ですけど、まあ今はちょっと自然にスタッフさんとちょっと会話しながら勉強してます、ね、勉強してます。そしてもう個人的にはもう日本のドラマを見ながら勉強しているもうメンバーもいるし、はい、本を読んでる、メンバーもいるし、まだまだですね。ね、そ特にこのラジオが本当に日本語の勉強にちょっと役に立つと思います。もう今はまだ下手ですけど、もうだんだん上手くなる東方神起の日本語の実力を見せたいです、はい、頑張ります、はい、頑張ります。じゃあこの辺で曲に行きましょうか、はいはい、この後まだまだ皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。では聞いてください。東方神起でデッドエンド。東式ビギステーション、東方神起ビギステーション。ここで僕たち東方神起からのお知らせです。まずセカンドアルバム5 in the black 発売中です。あー、イエー。そして東方神起セカンドライブツアー2007 5 in the black 5月10日中野サンプラザからスタートです。みんなと会えるのを本当に楽しみにしてますよ。詳しい情報は番組のホームページをチェックしてください。ここから僕たちへのメッセージも送れますからね。 www.jfn.co.jp/東方 順序タイミングが悪い。東方のスペルは TOHO です、はい、番組ホームページにはもう収録風景の写真も載せてますので、ぜひ覗いてみてください。ビギステーション、東方神起ビギステーション。今日のお相手は私チャンミンとチュンズとユノです。それでは引き続きみんなからのメッセージ紹介していきます。はい、うららさんのメッセージですけど、ラジオネームが、はいはい、東方神起のみんな番組スタートおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。1回目の放送生きれたよ。日本語もバッチリ。ここで質問。今リヨンはお花見シーズンだけど、韓国もお花見とかってあるの、ちなみにみんなは桜好きかなって送りくれました。桜好きです。大好きです。春はやっぱり桜じゃないですか、日本、本当にもう日本でも桜も見に行ったことあるんですけど、本当に良かったです。良かったです。雰囲気が本当に良かったです。はい。さあ、続いて、さつきさんのメールです。はい。はい、はじめまして、さつきと申します。はい。もう番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。5 in the black 買いましたよ。前作とはまた違った感じでとても良かったです。ところで皆さんは J-POP は聞いたりするんですか？好きな J-POP のアーティストは行ったりしますか？もちろんたくさん聞いてます。たくさんいます。うん、東方神起にとってはまず東方神起はコラスもできるグループなので、まあ、はい、ゴスペラーズさんとかスコーポンサンバディさんとか好きです。うん、もう個人的には僕はちょっとミシャさんと、はい、そして平井堅さん、はい、本当に好きです。特に平井堅さんのちょっと一目閉じてたくさんハマって、あ、歌詞もいいしメロディーもいいし、てます、韓国でも大ブレイクした、はい、いい曲ですね。いい曲です、はい、でもリリコさんもいるし、はい、リリコさんもいるし、中島美嘉さんも、はい、いるし、キロロさんの、長い間長い間本当にいいですよ、ね、いい曲ですね。本当にもうたくさんいますよ、はい、じゃあもう一通紹介しましょう。ラジオネームジュリさん、はい、ジュリさん、はい、女性です。東方神起の皆さん、はじめまして、初メールです。日々日本語を勉強していることと思いますが、最近知ったお気に入りの日本語はありますか？
これからもたくさんメールしますので番組頑張ってくださいねと。あ、ありがとうございます。お気に入る日本語僕はあります。何ですか？僕は昨日勉強したんですけど、うん、憧れるです。あ、はい、憧れる意味がいいじゃないですか。いいです、はい、いいですね。ジュンスは？僕はたくさんありますけど僕の信念ですけど、うん、前向きです。もう毎回ちょっと悪いことがあっても前向きに考えましょうと、うん、思って言葉本当にいいと思うのでもう前向き。実際にももう前向きな生活しだし、うん、もういいと思います。ありがとうございます。それで性格が本当に明るいです。はい、実は。ありがとうございます。ジュシャンとジェジュンはちょっと後ろ向きですけど、はい、後ろ向き後ろ向きですね。じゃあちょっと僕を見て勉強してください。もう僕チャンミンは最近覚えた日本語ですけど買いかぶり、ちょっと難しい言葉だと思うんですけど、もうファンのもう日本のファンの皆さんにも日本語上手ですよってもう、まあ、言われるたびに、もう僕たちに本当に買いかぶりですけどもうだと思います。そうですね、まだまだです。はい、本当に日本語頑張ります。はい、もっと頑張ります。偉いですね。謙虚だ。すいません。じゃあこの辺で今日はお時間ですね。ここで別れの時間です。もう皆さん、はい、たくさんのメッセージ送っていただいて本当にありがとうございます。もうこれからもどんどん送ってくださいね。みんなでいい番組にしていきましょう。じゃあ今日のラストナンバーいきたいと思います。東方神起でステップバイステップ。東方神起ビギーステーション。東方神起ビギーステーション、そろそろお別れの時間だと思います。あこの番組では、はい、この番組ではあなたからのメッセージたくさんお待ちしているのでたくさん送ってください。番組ホームページ www.jfn.co.jp/東方 www.jfn.co.jp/東方からメールのところをクリックです。東方のスペルは T-O-H-O です。 T-O-H-O です。はい、たくさん送ってくださいね。はい、さて今日はもうみんなどうでしたか？今日も本当に緊張しましたが、もう本当にでも頑張れましたね。よかったと思います。はい、もう初めてよりは落ち着いていたと思うんですけど、はい、今日も緊張しました。はい、まあ、次はもうジェジュンとユチュンですよね。はい、次回は、はい、二人も頑張ってほしい。まあ、あまり面白くないと思います、ね。はい、後ろ向きなので、はい、もうよくやると思います。はい、それでは今回はここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は東方神起チャンミンとジュンスとユノでした。さよなら。